俺が短い人生で学んだことは、人間は策を弄すれば弄するほど予期せぬ事態で策が崩れ去るってことだ。そんなバカな、というそんなバカだ。だが断る。何？この岸辺露伴が最も好きなことの一つは、自分で強いと思ってる奴にノーと断ってやることだ。おめえを見てて一つ気づいたことがある。お前よ、怖がるとき片目つぶる癖があるだろ。ん？それ癖だよな。だがもっと怖いときは両目をつぶる。観察するのが好き？じゃあしてろよな。黙っておとなしく観察だけをよ。どうした、物理とつくんじゃねえのか。愛者は鞭打つようで血と心が痛むな。いや、全然痛まねえか。我が血と力のもとにひれ伏すがいいぞ。あるのはシンプルな、たった一つの思想だけだ。たった一つ、勝利して支配する、それだけよ。それだけが満足感よ。過程や方法などどうでもよいのだ。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。やれやれだぜ。